はい、今日はね雨が降ってるのでですね、聞きに来る人がね多いのか少ないのかね、分かりませんけどね、まあ近所の人はねいいですよね、すぐ来れるね、ありがとうございます。はい、松屋さんね、創価学会ね、はい、創価学会の松屋さんね行きましたね、はい、で今後長津田ですね、はい、それからですね、今日はまあサンクスロビーピアノなんですけど、国分寺にもね、西国分寺なのかね、駅はね、ちょっとねそれも一回確認してですね、ロビーのね市役所かな、あれの分かんない、なんかそれね見つけちゃったんですよ。はい、あとね立川はね、西国分寺だったら隣かな、多分分かんないです。はい、それで、はい、立川のあれもね、有馬15、16ね、もうあそこはもうねいっぱい弾けるからいいですね、誰も来ないからね、弾きに来ないからね、あれもう一番私にとっては一番いいですね。はいはい、国分寺はどうですかね、まあこれはね可愛いだったかな、グランドね、ですからね、ちょっと、弾きに来る人多いかもしれない。でも明日はね日曜だからね、まあ明日行ってもいいかも、ちょっとねそれ今考え中なんですけどね。あとはね自分のこう衝動に任せてね、天の声にね、はい、今日行きなさいね。でも月曜日行った方がね空いてていいですよね、これも明らかですからね。はい、あとはねそのホールのねあの使用状況をねちゃんと確認しないといけないですね。はい、このホール使ってる時は休みできないのでね、はい、そこちゃんとチェックしないといけないですね。はい、行ってねできませんでしたよね。はい、そういうことでね、そこ2箇所、そこの2箇所だけどもなんか十分ね、もう、はい、もう有尾さんとか全然行かなくなっちゃったのね。はい、まあでもねクラシックもね、ちょっとねやっぱりですね、もうね片手ずつですね、もうクラシック片手ずつねひたすら片手を練習するんですね、もうね、本当そう思いますよ、思いましたよ、もうね、ね、そう、それがね、そういうことでね、もう完璧なタッチっていうかね、そういうのをね、なんかやってれば身につくと思いますね、はい、誰でもね、はい、片手ずつ練習ですよ、やっぱね、両手で練習しちゃダメなんですよね、ピアノね、はい、そう思いますね、クラシックはね、クラシックとかで譜面通り弾くっていうね、どんな優しい音符でも、1回はね、1回か2回か3回か10回か100回か1万回かね、片手ずつ弾くとね、やっぱりいいと思いますね、はい。はい、はい、どうも、すみません、偉そうなこと言えないので、はい、はい、どうも、でも本当そうだと思うんですよ。はい、はい、失礼します。はい。